この人一期で私二期でやったんですけど、そこで情報ボランティアと仙台のに入りませんかっていうのを言われたのをきっかけにして、まあ、入りましたね。やはり震災というのが風化していく現実にできればほんの少しでも歯止めを加えたいかなとかっていうちょっとかっこいい思いだと思ったりしますけど、インターンで終わりたくなくて、まだまだその被災地の仙台っていう場所に関わってきたくて、そのずっとつながりを持って地域を見ていくためにって考えたときに、この情報ボランティアに入るっていうのはいい本当にきっかけじゃないかなっていうふうに考えまして、 あれですかね、こう初対面の方でもこうとりあえず話しかけることができるようになりましたね。取材先を探すのも自分たちが一からやるので、そういうことに対する抵抗感だったり恐怖感、あと、まあ、ちょっとしたこうちょっと尻込みっていうのは前以前よりはなくなっているように思います。あと自分の頭で覚えられるところは覚えるっていうところに関してはやっぱりこの情報ボランティア入ってから磨かれたところだったりしますね。あと気になったところはとりあえず突っ込んでいくこと、そこ後でいいやって思っちゃうとやっぱりタイミングの落ちと聞けなくなっちゃうことが多いので、こうとりあえず若干話の腰折るかもしれないやって思っても次聞くことを決めたり、その場で聞いちゃったりすることっていうのは割と身につきましたね。今回そのリラインっていう記事の時は顔不信仰の方と、あとその日取材に行ける学生で組んでくるんですけども、あと個人的に自分でこの人たちを取材したいだとか、まあ、ブログに載せたいって言った時は大体一人で行ったりとか、その時になりますね。できればその被災地で働く人ですねっていうのをテーマに取材していきたいなとは思っているんですが、1時間中なんですね。やっぱ地元が好きでこういうことをしたいんだって熱意を持ってる人、その自分のことを知ってもらいたいような人を取材したいですかね。自分たちで番組を作っている番組はかなり多いと。